川口雄一郎。なんかこれよく見ると鬼人2人って書いてる。これひどくないね、川田。奇才。ああ、これもなんかすごい、なんかなんでこうみんな落書きしてんのこれ。みんな書いちゃいけないこと書かないのかな。これね、俺今やってみると思ったけど、これめちゃくちゃ時間かかる。やることによって理解する。くるノートノートがなってる。ハッシュタグ2つの名前で。あ、そう。あれだけ。終わりだった。はい、あ、じゃあ皆さんこんばんは。今日清水さんと、トークショーやってるんですけど、清水さんどうも忙しいところありがとうございました。清水さんとはつい最近の名岡市のイベントで正月だけにちょっと盛り上がったりしてですね、僕初めて僕の卒業年度にグラフィックディスプレイが出てきた。ファコもフェイコもフェイスで、それまではその前の年まではみんな例えばプリンターでドラムのプリンターに垂れ流して書き出してたのが75年からディスプレイって言ったんですよ、で僕ラッキーだったんで、ディスプレイ出ないと指示やってなかったかもしれない。8ミリとか16ミリとか8ミリ16ミリで、ビデオがない時代だったんで大変だったの。あ、ということは何かと、これをコマ撮りできなかったので、自然界で最もプライミングして楽に複雑なのをできる何かをずっと悶々と考えた。なるほど。でそれで行き着いたのがこの渦巻きの螺旋の巻き貝をね、もう谷さんもいつもこう巻き貝取って、サザエからなんかもう巻き貝いっぱい食べたんで、君は君で十分生まれ育ったところを大事にした路線を我が道を行ったらどうとか、大自然とこの生き物とみたいな、縁座式だって作っていかないといけなかった。だから70年代、なんでそんなに数学得意だったんですか。得意じゃないけど、映像作りたいから好きじゃないけど、やらざるを得ない。なるほど。僕は別に数学を好きでやったわけじゃなくて、この画像を作りたいために、その手段としてプライムするんで、だからこれを向こうに回すにはこうやって変換して、こうやってここに糸張るんだと、こっちから倒して、これのマトリックス演算のあの式をこうして倒すとかね、もうほんと面倒くさい。あんまり生物ってあんまり好きじゃないですよね。まあ基本生物嫌いだからコンピューターやってる。ね、絶滅とかね、あれ僕大好きなの、サバイバルとか、はいはい、ほら、ウツボを戦う時にほら、なんか空が壊れるかみたいな。そうですよ。で、これは今もう一回動かすと、こういうのがやりたかったの。で、だから基本的に螺旋から始まったんで、今僕ね、これを 8K か 16K にもう一回作り直そうと思ってたの。でこれは阪大で先生、大村先生とこでメタボールを使ってグロスなんだけど、アメリカにこういうのなかったんですよ。で、すごいね、6年後にできるピクサーの CEO のエドウィン・カットマン博士が、お前、変なこと言うけど、お前今年の一番これがいいとか、全 C グラフの中で一番斬新だとか言ってる。皆さんこれ、メタボールって、濃度関数なんで、普通のソリッドなパッチでできてるんじゃないんですよ。だから全部濃度だからプニプニしてるわけ。まあ変ないけど宇宙原例えばこれなんかねバグで作ったたまたま。明らかにバグってますね。でこれが一番いいって言われちゃってさ、どうしようこっちのバグの方が面白い、正常な出力って言われてね、これはもうもったいないから捨てるのやめて、いやそうか、当時バグるっていうのはね予想外のものを作るから、これは面白いんだと思ってね。そうバグってるものを展示してるところがいいですよね。だから今それであってデジタルだけどなんとなくこう親しみ深いのがあったんで、これ結構みんなねこれがいいってわけ、なかなか見れない世界で面白いとか言ってね、そうか、みんな人間見たことないのを見たいのはやっぱ本能的だと思って。そうそう、いやだからしかもほらなんか一コマずつ、例えばなんかその
ベクトルの演算が狂ってたら多分見れないんだけど、形だけが狂ってるから見て面白いんですよね。こういうものが本当にいるかもしれないみたいで、背景はそんなに狂ってないから。ああ、そうなことなんですよ。ね、でそれでプライムね。で、だけど子供は大きなものに憧れる。ああ、なるほど。で、これは誤差9メートル10メートルのでかいやつをブロースで作ったの。これ買ってくれませんか？これギリアン。いや、いらない。うちの天井10メートルもないから。いや、これがあのホモスクにどんくらいかかるかなんだけど、これであの太陽のためにでかいの作ると面白いなと思って。まず 3D プリンターから開発したいけね。これを出力する。あのちょっとこちらもあのアートの世界でちょっと変わったところをちょっといろいろお聞きしたいなと思っているんで、じゃあこの螺旋に、じゃあ今やったらじゃあリアルタイムで、あの例えば僕なんかあの火星に行ったら火星の北極に氷がある。うん、じゃあ氷をぶつけたらこいつどうなるかとかちょっとほら普通にできないことを。いや僕ね、正直ね、あの川口先生がやってることが初めてちょっと分かったかもって思ったのはこれ見た時なんですよね、うん、要は形だけだ。僕も子供の頃やっぱ CG とか趣味でやってたから、うん、しかもそのフォトショップなんか存在もしないし、うん、やっぱプログラム全部自分で書かないと CG コードできなかった。やっぱ立方体回すとかが始めて、まあフォートランじゃないですよ、ベーシックっていう、まあ、かなり非機なフォートランぐらい非機な言語でやってた時にヒリギリスよ、めちゃくちゃで、やってた時に形は結構作れるわけですよ。だからグロスモデルは丁寧にやれば作れるんだなとは分かるんだけど、これ見た時にあ、この人マジなんだっていう、なんかその狂気みたいなのすごい感じたんですよね。要は普通は形作ったらそれが綺麗だねで終わっちゃうんだけど、そうじゃなくてなんか本気で何か環境に適応させようとしてるんだっていう、そのだってやんないですよ、形だってこれにこの球いっぱいぶつけるみたいな話じゃないですか。そんな普通やんないですか、アーティスト。見たことないですよ、なんかミケランジェロがなんか水亀の風や少年になんかこう大量の砂をかけてみたんだ。もうマジにその CG であのやっぱこれ狂気としか言いようがない。だからこれにぶつけてみたかったんです。皆さんそう思わない？これにぶつけてみたらどうなるかって、あのでこれはまあ宇宙に行ったらというか、まあとりあえず火星の北極に氷がいっぱいあるからそれをぶつけたらどうなるかという、あの5億年前のクラゲもまた注目してね。あ、これらが要するにこのリズムってクラゲも持ってるじゃん、心臓みたいに。でもあのじゃあもうちょっと台風みたいに荒々しくても、あ、これしあのアニメじゃないんで、この波で行こせこういう感じ使うのが、うん、そうか、クラゲの身になったらこういう感じの自分自身が頼みと何でやってもこう身を委ねて生き延びる。でも5億年の生物のいいところにしようと思ってる。今何が欲しいの？あ、今ね、あ、宇宙は危険だから。申し訳ないから、クラゲが安心して泳いでると上からこういう障害が出てくる。まあちょっとさっき痛かったので、ま、もうちょっと痛くない丸いやつにしてどうせ、まあ、また非実在生物愛護って概念でいきましょう。あ、そうなの。僕ね、最近思ってるのが、人間ってもう生物、人間がまず大事で、人間って人間じゃないものに感情移入できる。あ、で、その次が人間じゃない生物に感情移入できる。で、最終的には物にも感情移入できるし、概念にも感情移入できたんですよ。そうなんだ。だって海だけ眺めて涙が出たりするでしょ。ああ、そうね。で、この綺麗な海を守ろうと、もはやもう個物で固有物ですらないわけですよ。海ってすごい漠然とした概念だから、その水分子一個一個じゃなくて海という概念を守ろうとかね。多分このクラゲが可愛いと思ってる人だったら許せないと思いますよ。これを見てて心が痛むみたいなことを言ったらもうポリティカルインコレクトになって。これなんですか？あ、今のはちょっと途中 のアルゴリズムをちょっとこう あの学習とかこう、あ、ちょっとこう、おお、あ、でもほら、まだ下手だから、あのよく知らないから転んじゃう。あ、これより何千回ってやらしたの、うんうんうん、で、そうすると、うまく歩いたやつの学習度合いをどんどん拾っていくと、そのよりかあの、何も教えてないのに、あのうまく歩ける四足生物がどんどんできてる。おで、ダメなやつはもう最後までもう倒れまくる。という、あ、面白いかなっていうのを、それと今やって。なんかでも今の AI の評価学習となんか通じる話ですよね。うん、変な毒蜘蛛やってる。毒蜘蛛？あの宮崎さんに見せて。あれは僕じゃないんだけど、まあ。ね、あの壁にもう少し書いたもんね。ここで横に見たもんね。そう、あれだからね、あれは本当に川上さんが悪い。かもしれないですね。うん、だから脳に知性があるとは誰も言ってないので。うん、あ、今日のキーワード、脳には知性があると誰も言ってない。言ってない。だから記号を処理する機能が脳にあることは間違いなくて、特に左脳がその中で重要な役割を果たすことは分かってるんだけど、ところがですよ、ところが
うちの親父は圧倒的に僕より知能高かったんです、その状態でも。つまり言葉が喋れない人間の知能が自分僕より高いってことをどうやって確かめることができるか、実際そのお医者さんとかも言ってるの聞いたことないんだけど、あのですね、囲碁がめちゃくちゃ強いんですよ。囲碁はその状態で喋ることもできない、歩くのも守らないような状態でも僕より圧倒的に強いんですよ。当時囲碁って勝敗判定すらできなかったんですよ。アルゴリズムで勝敗判定できないん で、それでもう囲碁のプログラムを作るのはあの本物の人工知能がいるっていう、その2000年ぐらいに言ってて、でだからそれがまさか人間に勝つ日が来るとは全く思ってなくて、100年ぐらいかかるのかなと思ったら勝っちゃったと。そうすると僕が最近思ってるのは、さっきのまさに脳に知性があるとは限らないっていう話と一緒で、そう、例えば視覚には知性があるかもしれないで、今みんなニューラルネットとか目視覚とか聴覚には知性がある可能性があって、なんでかっていうとみんな今なんか人工知能だとか騒いでるけど、その本質って視覚と聴覚ですから、うんうん、同じことはこれ目がないじゃないですか、こいつは、はいはいはい、目がなくても何かしらのその報酬系を与えられたら、うん、そこに向かって、うん、そのこういう新しい動作を創発できるっていうのも、うんうん、実はその動くこととその例えば自分がそうしないと死ぬっていう中の強化関数が与えられたことによって、まあ、錯覚的に知性を持っているように見える。でもっと言うとね、知性そのものが、ね、あるっていうことが実は錯覚だと僕は思ってるんで。ああ、なるほどね。もう極論言うとね、そうなんだ。うん、だから知性って実は錯覚じゃなくて、言葉にできることが知性でもないし、人間って自分が思ってたより、自分たちが何百年も思ってたよりも、はるかに賢くないんじゃないか。だから本当線虫とかとほとんど同じで、ただそれが大きめなだけなんじゃないかって唯一考えられるのは、なんかその関係性、あ、これも関係性ですよね、うん、隣の関節とどういうふうな動きになるかって関係性だから、この関係性の中にこそ知性があるんだって考えると、実は全部説明できて、うん、人間の知性も結局ニューロン同士の関係性、もしくは体との関係性だし、ね、で集団も結局他の人との関係性だし、それがだから家族とか、まあ、グループとか国家とかっていう単位になって関係性作っていって、全体として一つの物語を共有できるっていうのは今のところ人類だけだって言われてますよね。今あえてメディア論っていうのをもうちょっともう一回振り返ってちゃんと考えなきゃいけないなと思った時に、なんかマクルーハンとか今ちゃんと読んでるんですけど、ちょっと発表じゃマクルーハン、服部先生の方も当然あのまだガイドブックとして、マルチメディアとかニューメディアとかって言葉以降、なんかメディアって言葉がすごい誤解されて、日本語では特に誤解されて、なんかマスコミだったりとかパソコンだったりとか、なんか何でもかんでもメディアになってるじゃないですか。そういう世界観の中でメディアっていうものをもう一回問い直すときに、例えば書かれた言葉と話した言葉っていうのは、あの服部先生が書かれた内容、書かれたこと話された言葉とかね、触覚的体験とかそういう話からいくと、結構メディアがそういう基本的なもんだったってことを今僕らぐらいの世代はもう完全に知らないか忘れてるんで、そうすると例えば今って去年ってその特にソーシャルメディアがすごい大きく反転、つまりメディアって反転するっていうことなんで、大きく反転したと思うんですよね。それまで個人主義がいいとか、お金持っているやつがいいんだとか、100万円100人に配るみたいな話がなんか拍手喝采で迎えられた中で、あの新しいメディアが出てくると必ず、これはちょっと僕の独自の感想というか考えなんですけど、新しいメディアが出てくると必ずそのメディアを使ったアートと使わないアート、反動的アートとなんか従属的アートっていうのは出てくると思っていて、コンピューター出てきた時になんか、まあ、まあコンピューターゲームとかが出てくる、でネットワークが出てきた時になんかそういうものが出てくる、で反転すると何ができるかっていうと、ご当地ラーメンブームとかね、あとアメリカにおいてはウッドストックとか、大体同じコンピューターが流行り始めてウッドストックとかバーニングマンとかになるわけですよ。あ、なるほど。で結構だからネットが大きく変わるときに、なんか急にウルトラとかが始まってとかっていう風になっていく、うん、メディアの定義ってだから新しい道具、もしくはなんか新しい考え方であるメディアっていうのを使った技術全般だから、だから僕メディアって今はね、ここ20、30年はこういうものがメディアって言われてるけど、実はその時代その時代、例えば AI 使ったメディアともありえるし、うん、VR 使ったメディアともありえるし、まあ、もしかしたら 5G とかね、結構つまんなくなっちゃうけど、 5G 使ったものも当然ありえるし、フィクションとそのサイエンスっていうのはすごい両輪で動いてて、である時はサイエンスがフィクションを追い越して、ある時はフィクションがサイエンスを追い越してっていう風にかけっこすることによって互いを共進化させていくっていう風なイメージでいて、だからヒルシンさんとかと話す時も、
やっぱりなんか彼が持っているアーティストとしてとか映画監督としてのイマジネーションと、でも彼自身がそのサイエンスとかエンジニアリングから受けている影響と両方あるじゃないですか、やっぱり。あとそれはおまけで火炎土器があるんだよ。でもあれこそアート&テクノロジーですよ。だから縄文時代のテクノロジーである土器を当時の最先端、うん、だあれもメディアートって言える。あれこそがメディアート。初の対談。そうですね、初の真面目な対談をこんなに喋るっていうのは知らなかったです。あの呼吸してるんです、さっき。失礼して、なんかずっとそうもうじゃあすいません、今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ